ゲール・セイヤーズは、カンザス州ウィチタ出身のアメリカンフットボールの元選手である。1965年から1971年まで NFL のシカゴ・ベアーズに所属した。7年間の現役生活のうち、怪我で実質的に5年という短い期間しか活躍できなかったが、捕まえるのが難しい俊敏性を有し、優れたランニングバックリターナーの一人として知られている。 セイヤーズはカンザス大学でカレッジフットボールをプレーしカンザスの水星と呼ばれた。3年間でランレシーブリターンを合わせた総獲得ヤード4020ヤードを記録しオールアメリカに2回選出された。1965年の NFL ドラフトでシカゴベアーズから1巡目4位で指名を受け NFL 入りした。1年目のシーズン。 セイヤーズは1試合6タッチダウンを含む22タッチダウン総獲得ヤードで2272ヤードを記録し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。セイヤーズは入団後5年間、右膝を負傷した1968年シーズン終盤を除いてこの活躍を続け、オールプロに5年とも選出された。六年目のシーズンとなった九百七十年シーズンの開幕前、 前回の怪我と逆の左膝を負傷すると2シーズンの間、ほとんどプレーすることはできず、引退した。1977年、34歳で NFL 殿堂入り。34歳での殿堂入りは、史上最年少である。実動期間が5年間と短期であったが、75周年記念チーム、100周年記念チームでのいずれにおいても、選出されている。また、 1970年にガンにより死亡したベアーズの同僚ブライアン・ピッコロとの友情を描いた自伝は ABC のテレビ映画ブライアンズ・ソングの原作となった。ありがとうございます。